サンユアンサウルス、またはサンフアンサウルスは、後期三畳期カルニアン期、現在の南米に生息していたヘレラサウルス科の恐竜の一種。サンユアンサウルスは、北アルゼンチンはサンフアン地方のイスキグアラスト類草より発見され、2010年10月にオスカル・アルコベルとリカルド・マルティネスによって記載された。模式種はサンフアン博物館のラウル・ゴルディージョにちなんで、 サインユアンサウルスコルディルロイとされた。その生息年代は、後期三畳期カルニアン期と考えられている。模式標本には、多くの連続した、椎骨、右上顎骨の一部、肩甲部甲骨、上腕骨、尺骨、腸骨,骨、大腿骨、頸骨などが含まれ、状態は良い。この標本によると大腿骨の長さは3 9 5ト、mm、ルで、大きさは、 ほぼ中程度のヘレラサウルスと同程度の全長3メートルほどの個体であろうと見られている。他のヘレラサウルス科の動物とは、椎骨の両側に後方に向かう突起がある、恥骨が短い大腿骨の第四天子付近に顕著なシワがあることなどにより区別される。サイユアンサウルスはクロモギサウルス、エオラプトル、ヘレラサウルス、 パンファギアといった初期の恐竜と同時代に生息していた。アルコベルト・マルティネスは分岐学的分析からサンフアンサウルスはヘレラサウルス科の恐竜であろうと推定している。骨格復元図属名はもちろんサンフアン州で発掘されたことに由来するものだがサンフアンの綴りはサンジュアンであり、これをラテン語読みすればサンユアンとなる。学名は基本的には ラテン語化、ラテン語化された言葉によりつけられるため、よって、ここでは、サンフアンサウルスや、サンホアンサウルスではなく、サイアンサウルスとした。英語風に読めば、サンジアンサウルス。ただし、これはどの読み方が合っているか間違っているかといったものではない。ありがとうございます。